皆さんこんにちは。レックセン,リン講師の滝と申しますこれからですね、一音社同士長官図講座のですね、第3回目の講義を始めます。よろしくお願いします。この第3回目はですね、社会保険、保険法ですね、保険法の全体像というテーマでお話しいたします。で、あの最後の方にですね、少しあの法令用語ですね、およびとか、またはとかね、 ちょっと法然とあの用法ですねこの辺もですね最後にね少しテキストに、ね、沿ってお話しさせていただきます。それではですね教科書のですね社会第7章ですね社会保障制度の体系というところですねこちらの方ですね開けていただきたいと思います。 えーまあ、社会保険労務士の試験ではですね、まあ、具体的にはね、えーまあ、社会保険に関する一般常識という科目の中で、まあ、社会保障制度の意義とかねあとまあ歴史遠隔だとかね、えー、そういったような問題が、ねえー、問われることがあるんですよね。えー、それでは皆さんですね結構ね個々の保険の、ね、給付の中身などについてはですね、まあ、一生懸命勉強されるんですけれども意外とですねこういう、まあ、前提事項とでも言いますかね えー、そもそも社会保障制度はね、えー、どんなものなのかあどんな歴史でね、えー、登場していけるかとかね、えー、そういうですねいろはの命のところはね意外にですね手抜きしてる人が多いというのがね、えー、偽らざる実情だと思うんですよね。えー、そういう人はですね,ねそんなものが時々選択式でですねでね最近実はその手の問題がねちょっと最近出てないんだよね。だから 2014年度はね最近の計画からいくとね意外に過去数年間ねこういうのは出てないなんて手抜きしているところをね意図的に出してくる結構ありますからねだからその流れからいくとこういうね社会保障制度の、まあ、いわば総論的な部分こういったこともですねぜひね、えー、皆さんですねこれからね、えー、まあ勉強がね本格化したですね育て辺りのところもね勉強していただきたいなと思うわけですね。 はいえー、そもそもね、えー、社会保険労務士はですねそれで、あのー、ちょっと前まではね社会保険労務士といった場合には社会保険と雇用問題、ねえー、労働問題の、まあ、いわば専門家というようなのがね、えー、社労士のまあ英訳といいますかね英語に訳す場合はね、えー、直訳するとそういうような言葉だったのが。 最近ですね、まあ、連合会の方もね、えー、より広くね単に社会保険としてしまうとちょっとねあの狭いんじゃないかという、ねえー、ふうに、まあ、思い至ったと言いますかね、えー、そういう形でですね社会保障と雇用労働のね、えー、まあ、えー、専門家というようなですね、えー、形にですね英語訳もね実は変えてるんですよ。えー、ということでね、えー、やはりですね社会保険がもちろんね 格納というか細かいことを勉強すると制度のね、えー、細かな細目の勉強は、えー、まあ社会保険あとまああえて言えばねあの児童手当は社会保険そのものじゃないでね、えー、社会保険とあとまあ児童手当ぐらいかも分かりませんけどねただ一般的なところはね、えー、制度の基本的な、ねえー、意味合いとかね例えば生活保護だとかですねその辺も含めてねやはりきちんとですね、えー、我々は押さえておかないとね、えー、これからですね 試験にも受からないし実務家としてもね、えー、なかなかね、えー、使えないという時代がねく、えー、るんじゃないかと思うんですね。でそれで、えーまあ、これからはね、えー、社会保障制度とは何なのかというようなことをね、えー、しっかり理解する必要がありますと。えー、またですね、えー、このようなことをね理解を深めることが実はですね、えー、これからの保険法の理解がねはかどるということにね あのつながるんですねえ、まあ、私よく昔から言うんですけどねやっぱりあの社労士の受験生の一つ悪いところはね急急がば急げなんですよいいですすよいいかだって昔からね昔の人はいいこと言うんですよ「急がば回れ」ね。最初からですねもうカっカカかカか,かとね、えー「これ覚えなきゃいけませんか」とかね、えー「これは今年出ますか」とかですね本当にこの目の前のことにね救急してんだよねでそれが例えば試験のね。 1か月前1週間前にねそういうスタンスだったんでまだそれは理解できるんですけどね試験の何か月も前からですねいつもねなんか試験の直前期みたいなねあのまあ頭でね机けに向かってんだよねそれはやっぱりやめてくれというわけですよ。まだねこのね長官図講義を聞いてるってことはね少なくともねまだ大部分の方がね本試験まで半年ぐらいはね あるそういう方がね、えー、これをねあのウェブとか DVD でね今見られてるんじゃないかと思うんですよねだから決して焦るな慌てるなな慌てとというところですね、はいえー、それではあそもそも社会保障制度とは何ぞやというところでありまして、えー、これはですねまあ一種の公的な定義というのはこれ昔からねあのどの本にも書いてあるんですよ。社会保障制度とは疾病病気だよね不死保険が 分娩というのは出産のことね赤ちゃん生まれる、えー、排出これは、まあ、あの障害あの昔はですねこういう排出とかねそういう言葉をよく使ったんだよね今ちょっとこのことはあんまりよくないだろうっていうまあ今で、ね、言えば障害だよね次に死亡老齢失業多死今のね我々の21世紀の感覚は多死ってねえ日本においてはねまあほとんど考えられないですけどね、えー、まだまだね 発展途上国においては子供がね大勢いるとかねえそういった国もあるわけだしね日本も昔はね子供は非常に多かったらしいんだよねえそういうねまあこういうのもね貧困の一つの要因になるわけですよえその他困窮の原因に対し保険的方法社会保険だよねまたは直接の公の負担まあ公的補助などのねえ形ですねにおいて経済保障のねえ道等工事 えー、生活困窮に陥った者に対しては国家扶助によって最低生活を、えー、保障するとともに公衆衛生及び社会福祉の向上を解に持ってて全ての国民が文化的社会の生因単位に値する生活を悼むことができるようにすることというのがですねもう随分前ですけれども、えー、昭和25年1950年にですね、えー、総理大臣の諮問機関である社会保障制の審議会が公表した 社会保障制度に関する勧告というね非常にまあ歴史的に重要な文章があるんだけどねそれが採用した社会保障制度のね定義でありましてまあこれはですねイギリスのねいわゆるビバディッチ報告ですかねアライトンのね流れを基本的にはね組んでいるものなのねでこれをですね憲法との関係でね位置づけようというわけでありましてこれはですねもうすでに皆さんね 勉強されましたように、直接的にはですね、二十五条の一項ではなくて二項の方ですね。二十五条の第二項にね、国はすべての社会生活文面について社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及よび増進に努めなければならないと。二十五条二項にね、このような条文がありまして、それをね、まあ具体的にいろんな法令で具体化していると。 いうわけであります。はい、それではですね、次、現行のですね、社会保障って非常に広い概念なんでね、社会保険以外にもいろんな制度があるわけですよ。そのまあちょっと体系という形でですね、まあ眺めてみようやということですね。広く社会保障と申しますけれども、社会保険、まあこれがね。 えーまあ、日本のようないわゆる先進的な国ではねこれが一番中心であることが多いんですけどねあと公的扶助まあ日本にはほとんど、まあ、公的扶助イコール生活保護というねイメージでいいと思うんですねあと公衆衛生および医療ということでね、まあ、この辺も発展途上国ではないだから日本もですねあの第二次世界大戦の直後あたりまではですね社会保障の中にそういう公,、ね、公的な医療だとかですねこういうね公衆衛生的なものだとかね 結構ね、えーまあ、いわゆる伝染病がねはやると結構ね死者がいっぱい出たというわけですかね以前はねですからそういう時代においてはですね、えー、この辺りのところもね、えー、結構それなりにですね社会保障制度の中で、まあ、いわばシェアというかな、ね、を占めていた、まあ、今はね、えー、かなりその辺りのところは全体から見ればですね,ね、えー、かなりまあパーセンテージとしては、えー、日本はね、えーまあ、どう見ても先進国でありますんでね社会保険が中心だということなんだね。 次にですねあと4番目にねいわゆる社会福祉ですね社会福祉というんで例えばあの児童福祉だとか障害者福祉と呼ばれているようなジャンルはね社会保険の形でやっているものはあんまりありませんのでね、えー、まあ通常はそのあたりはですね、えー、この社会福祉にね該当することが多いで介護の部分はね以前はこの社会福祉というね範疇に入ったのはかなり多かったんですけど今はかね 家内の部分がですねこの社会保険にいったね介護保険という仕組みができたんでね介護が社会保険のところでねかなり、まあ、取り扱えるようになりましたと。さらに最近ではですね社会保険とポジショニングとしてはね位置づけとしては社会保険と公的扶助のいわ、まあ、ば真ん中あたりかなっていうね位置づけなんですけどね児童手当などの社会手当がね 第3の所得保障制度あるいは第5の社会保障制度という形でですね位置づけられておりますで、まあ、日本はですね非常にね諸外国あのヨーロッパのいわゆる先進、ね、福祉が進んだ先進諸国比べると自動手当はは結構導入したたのは遅かったんですよね1972年昭和47年にですねからスタートしている制度なんでね。 え他のいろんなね社会保障の制度から比べると児童手当っていうのはね結構歴史的にはですね日本においては新しい制度だということなんだよね。はいえそれではですね次のねこちらにもう一度ねもう少し具体的に見てまいります。社会保障の中でまず社会保険ですね。社会保険っていうのは次のですね公的保助とねよく対比してですね比較しながらねあの 理解すするとい,いんですけれどもその場合の一つのキーワードといたしまして社会保険はですね防品的所得保障まあ,あの所得保障だけじゃないんだけどね、えー、健康保障というか医療保険なんかはね、えー、治療等を通して健康状態そのものがね、えー、まあ一番ね、あのー、目指すべきその第一ですからね所得保障ももちろんありますよ傷病手当金だとかね所得の保障も重要なんだけれども健康医療保険においてはね 健康状態そのものをね、えー、まああの減質というかな健康じゃなくなったわけですからねそれを元の健康状態に戻すためのねものものの給付サービスといったものもねここに入ってくるんだけどね。それで社会保険の中核社会保障のね日本のような先進国におきましては。 社会保障の中の一番中心となりますのはこのいわゆる保保険のの形を、ね、使ったです、ね、社会保障の制度であると一般的に貧困の原因となる疾病障害家族の死亡老齢などこれらを、ねえー、まあ保険の原因となる、ね、保険給付が下りる原因となるアクシデントということで保険事故というふうに一般に言ってますけどねこのような保険事故に対して予防的に所得保障を行うと。 貧困に落ちるのをね、えー、未然に防止するというのがですねこの社会保険のね基本的な趣旨なんですよだからこちらはですね所得保障の制度として見た場合には防貧的貧しくなるのを防ぐ防品的な社会保障ですねそれで社会保険の一つの特徴とって、ね、財源のね一番中心となるのはまあ最近はねいわゆるまあね 保険料だけではね、えー、なかなかまあ、賄、ま、いきれないということもありましてね、えー、国庫の負担とか補助っていうのがね、えー、特にまあ国民年金の基礎年金にあってはね、えー、最近まあ2分の1、ねえー、半分がですね、えー、一般財源、国庫の補助だと、こういうふうにね、えー、なってますけどね。ただまあ、それはちょっと特殊なね、えー、事案でありまして、えー、社会保険制度というのはね、えー、これもう既にね、えー、やられたと思いますけれども、 保険のね原則の中に収支相当原則というのはね1回目にお勉強をされましたよね。制度をまあマクロ全体で見た場合ね収支のバランスがとれないとそれはやっぱりまずいわけですよね。でもね社会保険は民間の保険制度と違ってえこれはですね国の社会保障というねえまあ言ってみれば極めて政策的な色彩の強いねえもの公共的なものなんですよ。だから まあ一定のね限度で国費の投入ですよね保険料以外の一般財源税金を財源とするというものもねこれはまあ昔からね認められているわけなんですよ。続きましてですねこの社会保険と通常ね正反対というか一番ねその対極にあるものと言われますのが公的補助と呼ばれるですね仕組みでありまして。 これはまあ具体例としてはね、日本においては公的扶助をほぼイコール生活保護というようなね捉え方でいいのではないかと思います。所得を喪失したね生活の保障をね現実に必要とするものに対しね、ね所得を喪失し生活の保障を現実に必要とするものに対し給付を行うものというわけなんですね。生活保護がその中心的な役割でこちらはですね。 そそれはうだよね生活保護のためのねあらかじめ何かをね誰かが払ってるわけじゃないよねこれは事後的に税金の方からねこれは回ってくるといいますかね財源は基本的にいわゆる一般財源なんですね保険料的なものではない全て税金で賄われるというわけですよねでこれはもう本当にね他の手段が尽きないとね他ねで何かねね 親しい親族でね、あんたもね、扶養できる人はいないのかとかですね、えー、そういうこともチェックされますし、あとはですね、これはただ単にね、えー、所得がね、あることがないとかね、そういう問題だけじゃなくて、資産ですよ。その方のですね、まあ、カタカナ言葉ではミンズテストなんて言いますけどね、資産まで調査されるんですよ。つまり、ねえー、病気その他でね、えー、残念ながら全然、 当面ねなかなかもう就職して働くことができないんですと所得収入はゼロでございますでもあなたね元気な頃に結構いろいろねね、えー、貴金属とか買ってんじゃないですかあるいはね会社の株とか持ってるでしょういうものなんですだからそういうのが嫌でですね客観的にはね 生活保護を受けられると思われるのに、えー、生活保護のね、えー、まあ申請をあえてしないという人もね、昔からいっぱいいるんですね。ただその反対ももちろんいますからね、えー、非常に問題になってますけどね、不正にね、本来ならば生活保護をもらう要件を満たしてないのにね、えー、まあいろいろですね、えー、行政を騙してね、不正支給するとんでもない輩がね、残念ながら世の中ではね、絶対するとしたらいっぱいいるわけですよね。 だからそこは、ねえー、その不正受給が起きないようにいろいろしなければいけないんだけれども逆にですね、えー、なんて言いますかその辺のところをねいろいろ厳しくやりすぎますと結果的にですね本来ならばもらえる,るべき人がね、えー、そんなこと言われるんだなっていうことでね、えー、もう給付の申請を自制してですね結果的に、ね、もらえなくなって餓死してしまうとかね、えー、そういうもう本当に残念な、ねえー、事案が。 結構ありますよね最近ねいろんな報道を見てますとね。えー、ということで、まあ、非常にね生活保護の問題は難しい問題であるとういうことだよね。えー、次にですね、えー、3つ目いきましょう、えー。公衆衛生及び医療ということで法定伝染病結核精神病など放置すれば社会生活に重大な影響を及ぼす疾病に対して特別の立法や制度によってその予防や治療を公費税金によって行う。ですから通常はね いろんなまああの病気等ですから原理原則からいけばですねそれはね医療保険だよね健康保険だとか国民健康保険のようなね医療保険の制度でまあ今はね皆さんご存知の3割にね自己負担はしますけれどもまあ保険の形でね給付を受けるというのは原則ですけれども一定のまあ伝染病等に関してはですねこれはね 公共その伝染病をね撲滅するというかねそういった公共的な、ね、非常に要請が強いんでこれは特別にですね保険とは別にもう全額ね公費で税金でありますよと保険とは別に税金でありますよというようなことがねまあ認められるというところでありますね。はいそれではですね次に参りまして社会福祉ちょっとね捉えどころのない制度ですけれども。心身にハンディキャップがあるため 社会生活ができにくい状態にある人々が一般的な社会生活をできるようにする措置や援助を言う個人では解決しにくい問題に対して公共的サービスを提供していくものであるということでありましてね、まあ、さっきもうちょっと触れましたように以前はですね、まあ、老人に対する、ね、介護なんかもですねこのようないわゆる社会福祉の形でね ですから今と違いまして今はねかなりもう民間のねえまあいわゆる在宅系のサービスですよね会社でもね参入できますよねえそういう会社とかあとまあ会社じゃないにしてもね社会福祉法人だとかねえまあ民間ですよねえお役所が直接やるんじゃなくねえかなり今民間がですねえそういった介護サービスのねえ中核になってますけれども昔はですね社会福祉の制度ということで主に地方自治体ですよね市とかまあ東京なんかですと区ですよね そか市とか区がね、えー、そういう直営でですね、えー、そういったまあお年寄りに対する、ねえー、介護の、ねえー、サービスといろいろやってたというわけだよね以前はね。でそういったようなものがね社会福祉、えー、という形でねでもちろんですねこれはあの通常ですねあの0円ってことはあんまりないんですね。えー、まあ安いけれども一定のね負担、えー、利用料とかね一定の負担は、えー、するんですけどね、まあ、かなり安い負担ですよ。 けどまあ基本的にはねあとは税金保険料を生むのじゃなくてね税金でこれがですね今はね西暦2000年平成12年からはね介護保険制度にねこの今までは社会福祉の、ね、やり方でやっていたお年寄りの介護のかなりのものがね介護保険の体系の中にまあ移管されたというわけですよ。それに対して、まあ、いわゆる児童福祉だとかね あとは障害者の福祉のところはですねなかなかまあ保険にかになじまないといいますかねえそういう形ではなくてですねえ広い意味の社会福祉でねえの形をとっていることがまだねえ今は多いですねただまあその辺はねあのいわゆる社会保険労務士の試験との関係ではねその辺りのねえところが出るっていうことはまず考えられませんのでねえまああんまりねそこのじゃ社会福祉のね具体的な中身はどうなってますかどういう制度があってね その概要はどうなってますかそれはですね特に皆さんは、まあ、勉強する必要はないです、はい、次に最後ですね社会手当これも社会保障、ね、所得保障の制度ということで先ほどもありましたようにねこの防品と給品の中間公的扶助はですねもうそれしかないと生活保護でね救ってやるしかないという人を救うという意味でこれ給品的な社会保障というね こういういポジションなんですねでこの社会保険とね公的受領を中間に位置するのが児童手当のようないわゆるですね児童手当のように家計の中において一定の支出が必要とされるときにそれに応じて現金を支給するとそういう、ね、一定の現金給付というものがありましてこれは位置づけはですねこちらのですね社会保険と公的受領の中間なんですね。 じゃあどういう意味で中間っていうまかといいますとあの以前一時期ちょっと子ども手当の時はねそうじゃない時代にありましたがまた児童手当に戻りましてですねこのまあ社会手当としてまあ児童手当で言いますとね資産調査まではいかないんですけれどもこれがあります所得の制限所得制限というものをですね児童手当はですね伴っております。 ですからね非常にまあ収入の高い方に関してはですねまあ高い方まあその親ですよね児童のね養育している親のね収入が非常に高かったりしますと児童手当はもらえません。ただ資産の調査ままではいきませんだから所得が低ければね資産いっぱい持っている人でも児童手当は出ますということですよね。いいでですすかあとですねあのこの 児童手当に関してはですね、財源のところもね、えー、こちらのですね、あの所得保障とね、えー、公的ふ、えー、ごめんなさい、えー、社会保険とね、えー、公的税の中間的なね、えー、ポジションだと言われているんですね、えー。財源に関しては、まあ,あの大部分がですね、実は、えー、こちらのね、あの児童手当に関してはですね、公費の負担なんですね。えー、国の負担と地方公共団体、地方自治体の 負担なんでですすけれどもこちらはですね児童手当に関しては一部ですね、まあ、児童手当拠出金なんていうんですけれども事業主負担はくっついてます児童手当のね財源のところで事業の負担っていうのはあるんですねまあ児童手当拠出金なんていうね専門用語ですねそういう用語があるんですけどね。ただこれ注視しなきゃいけないのはよくですね あれなん例えばね小さな会社の、ねえー、人と話しているとねいやなんかね、あのー、毎月社会保険の、ねえー、請求書がまあ年金事務所からですね普通ね、えー、事業主宛てに送られてくるわけですよ。でその中にね児童手当拠出金っていう項目があって大した額じゃないんだけどね一定の金額が入ってるんですよね。でそれを見ますとですね時々言われるんですよ。 今ねおそらく児童手当なるものをもらっている家庭はないと思うんだけどなんでこの額がね、えー、請求が来るのとと突き飛ばれるんですよね。それはそのまあ社長とかあの中小企業のね、えー、まあ事業主の方がですね制度をね、えー、理解してないわけでありましてこの事業主の負担というのはですねその事業上の中に児童手当をね、えー、もらって ていいいいいるる従業員がいるいなないと一切関係ないんですねこれはね厚生年金のね、えー、まあ,あ保険料のベースとなるね標準報酬制度というのは適用されてるんですけどね、えー、それをもとにしてですね、えー、まあ算出されるというわけですからね要は厚生年金に入っている人がいれば児童手当や拠出金はねでその対象となるようなご家庭があろうがなかろうが実は取られるまあそんなようなもの。 ただそんにに額額は、ね、大したた高いい社会保険の保険険の料に比べれば断然低いんですけどねただ一定のね非常に低いとはいえ事業主の負担があるということでね保険料とまあ言ってみればね税金だけのあるこの公的浮上のこの意味においてもね中間形態だということがね言えるということであります。それで児童、まあ、手当法に関しましてはですね 社会保険制度そのものじゃないですけど便宜ですね社会保険に関する一般常識という科目の中でお勉強することになります次七の三であります社会保障制度の特徴社会保障の制度には次のような特徴があります一つ目社会保障の対象は基本的にですね全国民を対象としているというのがね 建前になっております。次に社会保障は国家の責任において、これは一回目の講義でもねあったと思うんですけれども、社会保障の究極の責任はねこれは国家が負うというわけですね。まあ今はねまあいわゆる社会保険庁が解体されまして、全国健康保険協会あるいはまあねがね保険者としての機能になってますし、またですね。 いわゆる保険じゃないんですけれども年金関係等はね日本年金機構がねかなりますけれどもでもね究極の責任はですね年金もね厚生労働大臣が責任を負うという形でですね国家の責任において実施されてるんですね。次に社会保障の目的は国民の、まあ、当たり前ですけどね生活保障であうと、ね、国民の、ね、ナショナルミニマムと言いますけどね国民的最低限度。 のね、生活の保障というのがね今も昔も社会保障制度の目的でありますその下日本においてこれ重要ですよ日本に我が国においては昭和36年1961年にですね国民皆保険制度および国民皆年金制度が確立したと皆保険というのは全ての国民がですね公的な医療保険に加入するそういう建前がですね 確立したのが国民会保険でありますそれに対して国民皆年金はね全ての国民が公的な年金制度に加入する体制ができたということですね。それによりまして医療あるいは年金の保障がですね全国民を対象に実施されるようになってまさにですねこの社会保障の特徴というものがここでですねようやくまあ本来的な意味で実現したというわけであります。保障の内容は医療年金 雇用保険のなんかね失業手当やねあと労働災害に対する医療リハビリ等ね、えー、まあ多様な内容をですね、えー、含んでおりますはい、えー、よろしいでしょうかね、えー、それではですね、えー、まあ社会保障全体のお話は、えー、これぐらいとさせていただきましてですね社会保険労務、えー、試験でね一番中心となる、ね、社会保,保険ですね社会保障制度の中の一番柱である、ね、一番の柱である 社会保険のね、えー、まあ総論的なお話の方に移っていきたいと思います。まず社会保険の種類というところから入ってまいります。第8章ですね。一般に社会保険と呼ばれているんですけれども、これはね世間一般のね指導者さんの言い方でありまして、我々まあ専門職はですね労働保険とね社会保険ですから労働保険と区別されたということで。 競技、まあのっていうのはね冠をつけたりしますけどね労働保険と社会保険に分類できますと、えー、両者はですね保険料の仕組み等がねもともと違っているというわけなんですね、えー、まず労働保険でありますけどねこれは労働保険っていうね、えー、言葉からもなんとなくね皆さんピピンと食うと思うんですけども基本的にはですね労働者をターゲット対象とする公的な保険制度でありますと。 いうわけでありまして、えー、まあ言ってみればですねまあお若い方はねあまりピピンとこないかわかりませんけどねまあ中高年の方はね、えー、すぐわかると思うんですけれども以前はですね労働省というお役所と厚生省というお役所があって厚生労働省というようなね、えー、お役所がなかったんですね、えー、これはまあね十、えー、年ぐらい前ですかね、えー、これは合体してですね、えー、厚生労働省にね、えー、なったと いう経緯がありましてです、ねえー、このここで出てきる労働保険っていうのはもっぱのねだから全然ね、えー、厚生省が所管していたものとねいろいろ取り扱いが違うある意味ではあ当然なわけなんだよね。で労働保険ね、えー、憲法のね、えー、関わりでいくと国民の勤労権ね、えー、憲法27条1項のね勤労権を支える。 社会保障の仕組みがですね、えー、労働保険なんですよ。で、えー、労働保険というのはですね基本的には事業所単位で、えー、加入するとねいうわけですよね。その会社がね、えー、まあその会社がその会社の事業所ごとにね手続きをするというのがね一番まあ厳密なイメージなんでしょうね。ただし 労災保険労働者災害保障保険、まあ、略してね労災保険と日常的に言いますよね。この労災に関しては特別加入という、ねえー、形でですね例えば中小企業の事業主さんなんかがね特別加入という形で一定の条件を満たしている場合にはね、えー、個人でで加入すすることができます無論大前提としてねあの従業員というか労働者がね、えー のためにね、その労災の加入手続きをそのね、事業所でやってるっていう前提がありますからね。いいですかつまりね、事業主のみが労災特別加入してね、従業員は、うちはね、従業員は安全な仕事をしてね、私たちのような経営者がね、危ない仕事をしてるんでね、我々は優先だ。なんてことはですね、これはね、許されません。労働者につきね、労災をね、ちゃんともう適用してると、本来のね、 労働者を対象として労災に、ね、加入しているという場合に初めてですね特別加入ができるもちろんねゼロから会社を立ち上げた、ね、やる場合ね一職単にね労働者とね普通の適を手続きとともにね特別加入を同時にやるこれはあのできなくはないとはずですけどね、はい、いいですかね労働者を置いといてね経営者が自分たちだけ特別加入するそんなことはできません。 まず労災保険の方でありますけどね、えー、労災保険っていうのはですね歴史的に言いますとねもともとは労基法とワンセットなんですねだからできたのもね労働基準法と同じ時期にこの労働者災害保障保険、えー、俗に言う労災保険制度がねスタートしているわけなんですね。え当時はですね労働基準法上の災害保障制度というね 制度が、ねまあ今でもあるるんんででですすね今もよ労働基準法の中にねあんまり勉強しないんですけどねなぜ勉強しないかというとほとんど意味がないからなんですよつまり労災保険の方がね優先的に普通適用されますんでね使用者会社がですね従業員に直接ね保証するってことはあんまりないんだよね労災が優先するんでね。ということなんですよね。 もともと労災保険がねできた趣旨は老法上の災害保障という制度がある。でもそれはね特にまあ中小零細企業なんかだと絵に描いた餅じゃないかとね会社が金がなければね払えないですよねそれなんでね保険料という形でね浅く広く全てのね会社から保険料を取っといていざ何か事故が起きた場合にはねその保険料を財源に、ね、労働者を救済するためにね お金を出しますよこれが労災保険の、ね、基本的なイメージであります、えー、よろしいですかねたがって当時はね労基法上の災害保障制度をね限界をカバーするということに重点が置かれましたねでもっぱはですね対象となっておりましたのはね業務上の病気とか怪我のようなねいわゆる業務災害に対するですね、えー、保険制度。 だったんですねえところがその後ですね、えー、1973年昭和48年からですね通勤災害もですね保険事故に加えましたまたあの給付の仕方もですね労働基準法にはない年金の形のですね、えー、給付ですねこういったものもですね途中から始まりました、えー。ということで現状はですね、えー、制度が拡充されました結果独自のですね もともと根っこんところではね無論ろ労働基準法の災害保障制度とね無関係ではないんですけれども今はですねもう独自のね社会保障制度だ社会保険制度だという性格がかなりですね立法当初に比べますと濃厚になってきているというのがですね次に雇用保険の制度でありますこちらもできた年はたまたまね同じなんですね。1947年昭和22年に 当初は雇用保険とは言っておらずですね、失業保険という形でですね、法律の名称としては失業保険法というものがですね、スタートいたしました。でこの失業保険法という言葉からも伺えますように、立法当初はですね、失業者の救済のための失業給付なるものを支給する、これがですね、をまあ元目とする中心とする制度としてね、当初は。 立ち上げられれたわけけでででありますすすども現状はですねね、えー、各種のです、ね、例えば雇用継続給付あるいは教育9年給付等ですね必ずしも失業を前提、えー、つまり支給の要件としない広範な保険給付ですとかですねあと保険給付そのものじゃないんですけれどもいろんなですね例えば障害者をね、えー、まあ雇うだとかですねいろんなね ことをした場合にはですね雇用関連の公的な助成金、ね、えこのようなものもですね一部ですね、えー、雇用保険法の中にですね、えー、雇用保険の事業という形でですね、えー、含まれているというわけですから現状の雇用保険のシステムはひどく国の雇用政策の実現に資する、ねえー、国の雇用政策まあ完全雇用ってね今最近あんまりこういう言葉使いませんけどね、えー、以前は 完全雇用という言葉が、ね、のだ,ったんだよねえね、ー、そういうまあ失業をね、えー、事実上もなくすようなの目標にね完全雇用のためにいろんな事業というものを、ねえーまあ、やってきたというような、ねえー、経緯があったんですけどね、まあ、いずれにしてもですね、えー、幅広いです、ねえー、国の雇用政策の実現のための、ねえー、幅広い、ねえー、事業をやる保険の制度が現状のね、えー 雇用保,保険法でであるとということなんです、はい、それでは次にですねこちらはですね、えー、まあ一般のものとですね、えー、そうでないものとかいろいろね分類がありまして、えー、まず大前提としてですね、えー、そもそもですね職域保険と呼ばれるものと地域保険これが一番ね、えー、多分大きな分類だと思うんですね。 で、社会保険、狭い意味のね、社会保険は全国民を対象とする保険制度であります。というんで、まあ国民皆保険とかね、皆年金で言われてますけれども、え、用者、会社などにね、雇われて働いている人のことね、え、費用者と言います。費用者がね、事業所単位で加入する職域保険、健康保険、厚生年金保険がその代表例ですよね。そういったものとですね、地域住民が 個人としての資格で個人ごとに手続きして入ってくる地域保険、国民健康保険がその代表ですよね。いったものに大きく分類されますと。で、職域保険といってもね、一般的なものとですね、これはまあ、厚生労働省のね、基本的に所管になりますけどね、あと特殊な職域保険ね、公務員の方のものだとかね、それはもう所管官庁も、厚労省がね、直接見てるわけじゃないんですよね、に分類できるというわけであります。 え次に今度もう一個ね視点を変えましてあの給付サービスのですね保険給付の内容面に着目いたしますとですね大きくまあこれがすべてないですかねやっぱり医療と年金がですね日本の柱だとこういうようなね位置づけになっておりますそれではですね具体的にですね見ていくことにいたしますまず一般的な職域保険ですね健康保険厚生年金保険 まあ中央官庁究極の責任は厚生労働大臣厚生労働省のね所管のですね仕組みであります厚生労働省の中の旧厚生省の部分ですねまず健康保険であります主として民間企業に勤務している人の業務外の業務上の場合は労災いきますからね業務外のという限定がつきます病気怪我死亡や出産ですね に対応すする医療保険ですとでこれの特色としてはですね一定の条件を満たした扶養家族専門用語としては非扶養者といいう言葉を用います、えー、扶養家族の方もですね一定の条件を満たしていれば、えー、この保険の仲間にね、えー、入ることができると。非扶養者ということでね、えー、実際上は、えー、治療等のねサービスを受けることができます。えー、次厚生年金保険 主に民間企業の勤労者を対象とするこの点はね健康保険と共通であると年金保険のね制度ですと。ですすすすねね障害とか遺族に関する保険給付がですね含ままれております以前はですね国民年金とは直接関連のないね昔はですね昭和61年3月31日以前はね 公的年金制度が今のねいわゆる2階建ての形じゃなくて縦割りのね公的年金制度だったんですですから国民年金私は今国民年金に入ってますという人は同時にですね厚生年金に入っているってことはないんだよね。そういうねいわば制度が縦割りどっちかに入っているというようなイメージだったんですよね。 それが昭和61年1986年の4月からはですね国民年金の給付これを基礎年金といいますけれどもに上乗せするところの2階部分のですね年金を支給する制度にですね、えー、まあですね。ですから現状はですね国民年金あっての厚生年金ということでね厚生年金に入っている人は 確かに厚生年金に入ってればね厚生年金の保険料はお給料から転引きされますけどね国民年金保険料という名目では一銭も取られませんのでなかなかね自分が厚生年金に入っているのは分かるんだけどね同時に国民年金にも実は入っているという自覚がほとんどないんだよね。えー、ないのはねそういうことは保険料をね国民年金の保険料という名目のものを直接的に個人レベルでは負担してないかなんですね。はい それではではすね今度はこの2のね特定の職域に関する保険船員の方だとか公務員の方などについてはねそれぞれのまあいろんな、ね、歴史的な由来がありましてそれぞれの職域に特有の、ね、公的な保険制度というものが以前から存在するんですよ。ただこのような制度のね同じ費用者の、ね、制度がいろいろ分かれているということはですね マクロ的なね大きな視野で見ていくと当然あの効率的じゃないんですよね一般の民間の方とね公務員の方が別のところがね、えー、まあね取りまとめていてね別の方法でいろいろ今までも処理してきてるわけですよ、えー、これはね、えー、マクロで見れば非効率以外の何物でもないんですよねまた制度のね間で一般の、ねえー、方よりもですね船員だとかね公務員の方等は優遇されてるからもちろんね そう,いうなりに理由が合うのかも分かりませんけど、ね、ただまあ現実にはいろいろ不公平感もね、えー、出てきているというのは事実ですね。という時代の流れねそのため時代は今制度の一元化に向けて動いてるんですね。もうちょっと前にですねあの例えば、ね、JR だとか JA だとかねあの辺りのところもですね以前はですねあの一般のね厚生年金とは別のですね特別なねその職域の保険に入ってたのね。 でその辺のところもですね今はちょっと前にねその辺りのところはすでに厚生年金に統合されてます。また船員さんもですね厚生年金の部分はこれ比較的早くね、えー、昭和61年この、ね、1986年4月からの年金制度大改革で船員のねその部分はもうすでにね厚生年金の方に移っているというわけなのね。であとですね非常に大きなのがね待ってまして。 教材年金って言いますけどね公務員などの共済の年金は,2000、ねえーこれはね、2015年平成27年でね10月からはもう決まってんですよ厚生年金保険に統合されるっていうね運命があもうね法改正が通ってますからね。えー、ということで、えー、これはねいわゆる費用者年金のね一元化などというふうに言うわけですよね、えー、費用者の少なくとも年金に関してはね。 もう厚生年金に1本に本えるただ医療のところはねまだ残りますんでね、まあ、公的保険社会保険制度そのものがね全面的に公務員の方等がね民間の方と一本化されるというわけではないただ年金の部分は基本的に平成27年の10月ですね2005年10月からはですね消費税率の8%か10%の値上げとですね もともとねそれ一応ねその時期にっていうことで意図があるんですよ、えー、そういうまあ一元化する予定であるということなんだよね。それで、えー、繊維保険っていうのはねこれちょっと変わった保険でありまして以前はですねある時期においてはね具体的にあ昭和22年から61年までの、ねえー、間なんだけれどもその40年近くはねすごいですよ労災。 雇用健康保険厚生年金そのね一般のサラリーマンなんか入っている4つの保険すべてをね船員、えー、さんは船員保険という一本の保険制度でね賄われていたと文字通り総合的な社会保険としてね船員、えー、保険制度はやばしていわばうう、えー、その後ですね先ほど申しましたようにですね厚生年金保険は、えー、1986年にね、えー、4月から統合されましたし、えー、雇用保険もねもう数年前からね 確かか平成20年だったたなこれれはです、ね、統合されたんですよね雇用保険の方にね雇用保険に相当するものは以前は繊維保険の中にね制度として入ってたのこれもね雇用保険の方に吸収されたというようなイメージですよね。だから現在は労災に相当するものと残っているのはね健康保険に相当するものこれがまあ残っているということでね以前に比べるとですね総合的な社会保険として色はいろいろあるんですけどねまああまりダイナミックでは ねえー、もうではないということだよね。えー、次にいわゆるまあ共済と呼ばれているところですねこれは大きく3つのグループに分けられます、えー、国家公務員共済とですね地方公務員等共済らに私立学校教職員共済いずれも健康保険と厚生年金に相当する分野をね、えー、含んでいるんですけど先ほど申しましたように厚生年金に相当する分野についてはもうすでにですね 法改正国会通っておりまして2015年10月からはですね厚生年金保険の方に統合される運びとなっておりますそうするとどういうことが起きるのかというとね、えー、まあ皆さんそれより前に試験にね、えー、受かられると思うんであまり心配する必要はないんでしょうけれども、ね、そうなるとまあ平成27年10月からだからね試験でいくと平成28年度。 以降の試験においてはですね、厚生年金の中にですね、公務員だった人に関する特例だとかですね、そういうのが絶対入ってくると思うんですよ。だから今まで以上にね、今までは共済のところは直接試験に出ないっていうことでね、逃げていることができたのにね、えー、まあ統合されてね、厚生年金の中に公務員の方も入ってくるでしょ。そうなってくると今までのね、基本的には統合して厚生年金に合わせるんだけれども。 いわゆる経過措置をね一切設けないわけにはいかないんですよね。えー、急にね20、ね、えー、15年10月からね統合、えー、されることによってね一足飛びにね、えー、その方たちが不利益を公務とね、えー、それはちょっと可哀想でしょう。ですから当然経過措置が入ってくる。だからそういったものもね公務員であった方に対する特例みたいなものがね、えー、いっぱい出てきてねその辺も試験対策としてはここも抑えてくださいとかね。 だからますますね覚えなきゃいけないことが増えるわけですよ。そういうことからもね一日も早く頑張ってね試験には合格していただきたいということにね、えー、つながるわけなんだよね。えー、次にですね、えー、いわゆる地域保険の方のお話にね移ります。まあ地域保険の代表格として医療保険はね何、えー、と言っても国民健康保険というのが、えー、あるわけですよ、えー。国民健康保険と申しますのは 病気けが死亡や出産に対応する医療保険ですということでありまして、健康保険などのいわゆる職域保険の被保険者被保険者というのはね、働いているご本人のことを言いますよね。えっと被扶養者に該当しない。だから働いてなくてもね、扶養家族であればですね、健康保険の方にね入っているわけですから、別に国民健康保険入る必要はないですよね。ということだよね。そのようなものに該当しない人でその後ね、日本国内に だから国籍とは関係ないですね。日本国内に居住していればですね、必ずこの保険に入らなければいけません。だからこそ、ね、国民皆保険という仕組みが担保できるということなんですよね。だから国民皆保険というのはもう国民健康保険の存在とね、えー、表裏一体だというイメージでいいんですね。えー、それで、健康保険などの職域規格と大きく違うのは、被扶養者概念が 仕組みとししてて、ね、そそもそも存在してないんですよね、えー、じゃあね赤ちゃんとかね、えー、お年寄りはどうなるかというとこれはね、えー、誰もが被保険者として、えー、制度にですね、えー、国民健康保険に関しては被扶養者とね働いている被扶養者とね仮にその被扶養者に扶養されている養われている、ねえー、子どもさんとかがねいたとしてもですねそれは被保険者という形でですね 誰もが国民健康保険制度には加入するということでですねその辺が被用者のね本人と扶養家族というようなねそういう区分けはないというのは一つの特色でありますいいでしょうかじゃあ次行きましょうまあ非常に批判の強い制度でありますけどねしぶとく生き残ってます後期高齢者医療制度というわけでありまして これはですね75歳以上になりますと嫌でもですね既存の仕組みからね外れてこちらの方に移るんですね75歳以上の高齢者が加入しなければな,らない医療保険の制度ということでありまして、えー、すなわちですね健康保険など職域保険のねまだ75歳以上でも別に非保険者であってはいけないってことではないんでねまあほとんどいないでしょうけどね理論上はあるんですね、えー、まあこのに該当しない場合はまあ通常はねこちらと思うんですね皮膚用者ね 健康保険で扶養家族として、ね、扶養に入っているご家族の、ね、扶養家族になっているとあるいは国民健康保険の被保険者本人であると、まあ、これは被保険者本人しかないわけなんだけどねこういう既存の医療保険制度に入っている人が75歳になると、ね、そこから抜けてこのですね特別な後期、ね、高齢者だけのための医療保険の仕組みに入ることになるんです。そその人が嫌だったかそんんなな拒否権はないんですね でこの仕組みはですね一応メリットはもちろんんですね負担医療費の一部負担がですね健康保険あるいは国民健康保険は今ですね患者さんの自己負担率は3割30%ですけどねこの後期高齢者医療に関してはいわゆるあの高額所得者はダメなんですけどねそうじゃない一般庶民はですね1割負担でいいとだからまあ原則ね1割負担でいいと。 そういったのうなね特別な医療保険ねお年寄りだけのね医療保険制度に嫌でもね75歳になるとね加入させられるというのはこのね後期高齢者医療制度の一つのですね大きな特色になります。続きましてですね比較的新しい制度としてのですね 介護保険という仕組みがありまして従来はですねこのお年寄りに対する介護というのは以前はね一部は医療保険の中にそれに相当する仕組みがあったとでもう一つはですね先ほどちょっと出てきた社会福祉制度の中で,、ね、で行われたというわけなんですよね。でこれが2000年度からですね介護保険という新しいね主にまあドイツの制度がね一番参考になっているようなんですけれども介護保険というね新たなですね 社会保険制度こちらの方にですねかなりのものが移管されたということなんですよね。でこれはですね主にですね年齢できますとね65歳以上のまあ本来のと言いますかね高齢者の方が想定された制度なんだけれどもまあ実際はですねそこに行かないと中年の方だよね40歳から64歳のねまあそのグレードの人もですね。 いての場合にはですね介護保険のね、えーまあ、特別なものなんですけどねサービスを受けることもあるというんで実際はですね65歳以上の人たちに限らずね日本国内に居住している40歳以上の方がですね被保険者と、えー、介護保険の被保険者というポジションになって保険料を負担するという形のですね、えー、社会保険制度これがですね 2000年度からスタートしているところの介護保険の制度になりますよろしいでしょうかはいそれではですね最後もう一個ね大物がね残ってましてね国民年金であります以前はですねもっぱら自営業者ですとか無職の人などに限定した制度と いう位置づけでありましたあしかしですね何回、えー、も言っておりますように、えー、1986年昭和61年4月からのですね年金制度のまあいわば抜本的な大改革そうれともらいまして全国民を対象とするいわゆる被用者あ等を含むですね全国民を対象とする年金制度に衣替えしております、えー、厚生年金保険、えー、と同様ですね、えー、保険立法としてはあ老齢のみならず 障害遺族こういったようなものもですね、えー、想定しております。えー、保険料の取り扱いなどはですね、被保険者の種別と言います3つに分かれてますけどねによってね、えー、大きくですね、えー、取り扱いが異なって、えー、おります、えー。例えばですね。 国民年金の保険料という形でね毎月今1万5,040円だったと思いますけれどもそれをね払わなきゃいけないわけなんですけれどもそのような毎月ですね国民年金保険料という趣旨の保険料をですね、えー、納めておりますのは、えー、自営業者などのですねこれちょっと直してくださいね第1種じゃなくて第1号だよね第1号被保険者に限られます、まあ、被保険者の、ねえー、種別と。 ということでですね、えー、国民年金はね、一号、二号、三号というのがありましてね。まあ第一号はこういうまあ典型的なね、昔ながらの国民年金の人ですよね、比喩的な言い方をすればね。これが第一号。第二号はね、被用者の年金制度に入っている人、厚生年金だとかあるいはね、共済の年金に入っている人。だからまあ会社とかね、お役所で働いているご本人だよね。で第三号は 第二号に扶養されている第三号の配偶者というね、えー、ことなんですね。そういう形ね一号か三号に分けられてまして国民年金の保険料という名目のものを納めているのは第一号のみだとおいうわけなんですね。はい。それではですね、えー、次にね、えー、行きたいと思います。第九章に参ります保険の 適用に関する仕組みということでありましてね、えー、まあここちょっとね、えー、見てくださいえー、従来からですね、えー、社会保険の関連のお仕事実務はですね適用関連業務給付関連業務ということでですねもう実務の世界行くとねこれ一目瞭然にこの区分がなされているわけですね例えば波動、えー、ワーク公共職業安定庁ですとか 年金事務所かってのね昔の、まあ、社会保険事務所ですけどね、えー、そういったところに行きますとですね業務分担でね、えー、例えばハローワークなんだとあるフロアがね、えーまあ、適用関係あるフロアはあ給付の関係とかねいうような形でですねフロアが分かれたりね、えー、することも少なくないわけなんですねでそういう形でね、えー、もう窓口は明らかにですね給付関連と適用関連でね 分かれててましてご担当の、ね、職員さんもね、えー、給付の係、ねえー、適用係当然分かれているというのがね、えー、お役所なんかでもね、えー、実態であります。で、えー、このような区分はですね、えーまあ、社会保険をです、ねえー、制度の枠を超えましてねいわゆる横断的にです、ねえー、理解していくというシーンではですね、えー、こういったまあ区分といいますかねが非常に有益であると。 とりわけですね今お話しするこの適応の、ね、部分ですね適応の部分というのはですねかなり横断的な理解に、ね、非常に馴染む、ね、分野だということなんですね。あの給付は給付でもちろんなじむ部分もありますけどね適応の方がですねよりダイナミックにね横断的理解には実は適しているとおいったようなですね領域になります。それではまずですね 適用事業あるいは適用事業所というところからですね見ていいくことにいたします個々の従業員労働者の立場で考えるところですねまずですね自分のご自身が勤めている勤務先がですね労働保険社会保険の適用事業所に該当するか否かが問題になりますと。 まあこれ何を言っているかというと、ね、例えばある人が自分は会社に勤めててね毎月お給料をもらってますでもどういうわけか、ね、保険には入ってないんですよ会社の保険入ってないんですよといった場合ねそれが正しい扱いなのかどうかをね検証しなきゃいけないですよねその場合にはまずねあなたが勤務しているところが適用事業所なのか否かこれをですねチェックするということなんですねそれで、 労働保険あるいは社会保険はですね国の社会保障制度の一億を担う極めて公共性の高い仕組み制度でありますんでこれはですねそののねね事業主の意思ななんんて関係ないんですよ、ね、基本的にはですねこれは強制加入強制加入にしないとね制度がですね当然これは潰れてしまいますよね。そういうことでですね強制加入というのがですね大原則であるということなんだよね。はい それをもう少しね、えー、具体的に見てまいりますとその経営主体がですね、えー、会社その他の法人経営の場合はですねこれはもう非常にね、えー、明白でありまして、えー、事業の種類とか、えー、規模従業員の数とかねそういったものは一切問いません全てのね、えー、いわゆる職域保険、えー、4つありますよね、えー、労災雇用憲法公年公年ってまあ厚生年金をね、えー、業界用語ではね略してね公年公年って言うんだけどね その4つに関して、えー、ね、えー、全てですね従業員が一人でもいればですね、えー、これは全てですね強制適用だということをですね法人経営の会社にしてしまえばね従業員一人でもいれば強制適用だということ。じゃあ法人なりしていない個人ね、えー、純然たるね個人事業主のね、えー、会社ですよあるいは事務ね 例えば社労士の事務所なんかでもね法人化しない事務所まだいっぱいありますけどねそういったね個人の事務所ですといったような場合ですねこれは労働保保険険と社会保険で取扱いが、ね、異なりねまず労働保険なんですけれどもこれはごくごく限られた範囲でね 強制適用の例外これもう暫定的なものというね位置づけなんですよただまあ暫定的と言いつつねずっと長い間続いてんだよどねえ従いましてこの労働保険ねえ労災とかねえ雇用保険に入らなくてもいい事業所のことをね暫定にいい,い,い、ね、適用事業と事業のことをねえ言っております、はい、でこれが認め合うのねごくね一部分でありまして 常時使用する労働者の数でですね5人未満の農林水産業にまず限定されてますけど労災はですねそれにさらに,にですねこれを大前提とさらに絞りがかかりますので、えー、雇用保険はねこの基準でいいんですけどね、えー、労災に関してはですね、えー、暫定に適用事業というのはですね、えー、かなりですねあの限定されます。だからまず個人経営の農林水産業で 常時5人未満でねかつ労災に関してはねそれ以外にももっとですね絞り込む要素がくんでねもうほとんどは本当にねまた雇用保険もね個人経営で5人未満ねということなんでまあ労災ほどではないんでしょうけどねしかも農林水産業ですよ個人経営5人未満農林水産業。 この3つが全て揃って初めて雇用保険もね暫定任意適用事業ということでありますんでねなかなかですね強制適用じゃないというのはね一般のね特に、まあ、農林水産業が盛んでない東京とかねそういったまあ都会の地区でありますとねあまり、ね、そういった、ね、お目にかかることは少ないというのがね実態だと思うんですよ。それに対して社会保険の方がね もう少しですね労働保険に比べると任意適用のね範囲が広いんです。まあ、これは分かりますよね社会保険料が、まあ、結論からいくとべらぼうにね高いからですね保険料がね一般的にね労働保険の保険料と社会保険の保険料で、ね、事業地が負担しなきゃいけない部分をね比較すれば社会保険料がね通常は圧倒的にねあの高いというわけなんですよね。 でこのような保険料が高いということが、まあ、配慮されましてですね労働保険に比べると例外任意適用事業というん,でしょうというんだけどね認められる幅が広いと例えばね常時使用する者が5人未満の事業所ですとね業種の遺憾を問わず社会保険においてはねそういうね個人事業主の事業所で、ね、常時使用のね従業員数が5人未満だとこれは全部ね 何業であっても任意適用になるとかねそういう形でですね任意適用の範囲は、ね、労働保険用には社会保険用がひどいということはね、えー、押さえておいて、えー、いただきたいと思います。よろししいでしょうかね、はい、それでは次にですね今度はね適用事業所のところがクリアできたら今度はねその個人その方が 保険に加入しなければさせなきゃいけない、ねえー、方なのかどうかと読んでね、えー、ここでは当然いわゆる非保険者の基準が問われます、はいえー、次にね、えー、9-2ですよ。被保険者ですね。自分の勤務先が適用事業あるいは適用事業所だということがね、えー、確認できた場合にその次のステップとしてそこに勤務する従業員は 原則としてその勤務先が加入している保険制度の非保険者となります。なお、労災保険では適用事業に使用されている全ての労働者が保護の対象となりますので他の保険制度と違いまして特にそもそも非保険者なる概念が 労災保険には存在しないですよだからね社員が入社した場合にはね雇用保険の手続きと社会保険の手続きそれで健康保険と厚生年金はね基本的には1本の手続きでね、えー、行いますんでねまあそんなようなイメージになります。だから労災保険のね被保険者に関わるそもそも被保険者の概念ないんですから手続きは存在しないということなんだよね。 いいですかねそれでは次にね次のページに参りまして適用除外とというところだよね雇用保険ですとか社会保険の中のいわゆる職域保険健康保険とか厚生年金が中心だよねにおいてはですね適用事業所に勤務していたとしても一定の条件に該当することは非保険者にしないという取り扱いが認められてよると。 これをですすね適用除外といいう,うに言います具体例と一つ、まあ、雇用保険の例を挙げてあります雇用保険であればですねその方の1週間その従業員さんの1週間の所定労働時間ですねがパート3でね20時間にも満たない方はですね雇用保険に入れる必要がないという基準になっております。またですね 社会保険の中の地域保険厚生年金とかね健康保険においてもですね適用除外というものがですね法令によりまして認められております。あごめんなさい地域保険ですよね。地域保険においてもね適用除外という概念はあるということでありまして具体的にはですね生活保護を受けている方はですね生活保護の仕組みの中に無料で 税金でですね医療が受け入れる医療扶助というですね仕組みがありますので特にその方はですね国民健康保険にはやらないと、ね、国民健康保険の網からはですね国民皆保険と実は言ってるんですけれども生活保護が優先的に適用されるということでですねこれはまあ特別に適用除外というですね 国民健康保険制度の中でね生活保護を受けている方はですね適用除外という形でですね、えー、実際は取り扱われているということであります。はいよろしいでしょうか。あとですねちょっとまあ,あの細かいんですけどまあ実務的には重要なところね法人の役員の方の取り扱いですよ。ねえー、法人の役員もねひどい意味では従業員とい従業員だよねででも労働者ではね。 えまあないとあもちろん、まあ、あの使用人兼務というかね法人の役員であってもそもそものとしてね労働者的な性格を兼ねている人はね一面労働者だから、ね、当然まあ保険をね労働者に準じていられないんですよ。でここで言っているのは労働者には該当しないね、えー、本来のまあ役員さんというかな社長だとか専務とかね大体そうだよねその人のことをここではね言っているということなの、ね、でで本来のこういうい役員さんですね。 まず労働保険ですけれども労働保険は当たり前だよね労働者方面の保険制度でしょだから法人の役員が加入することができないんですただし労災だけはね中小事業主という形で一定の条件を満たした事業主さんは特別加入というのがね特別に認められるというわけですよね。というわけですよね。それに対して社会保険の中のいわゆる職域保険なんですけれどもこれはですね法人の役員としてですね業務を遂行し 法人化は定期的にね、えー、まあ報酬を受けているというような人はですね、えー、これは非保険者としてですね、えー、役員なんだけどね、非、えー、保険者として、えー、正々堂々とね、えー、保険に、えー、加入できるというわけですよね。えー、ですからこれね、実態がない、昔ね、政治家の偉い先生でさ、法人の役員のね、名目上は登記されてるけど、実態がないのにね、厚生年金に入ったら問題になってる。それはも まずいわけですよあくまでもね報酬を受けてるっていうことは前提としてね勤務実態がある業務を法人のために業務を遂行しているからその対価として、えー、報酬が合うとね、えー、報酬が合うということになるんでねだから業務実態がないのにね名目上報酬だけ契約の報酬をね毎月回ってたような名前だけの役員さんはこれは入れてはいけないということであります。はい、それではではすねちょっとちょうどね半分ぐらいになりましたので 10分間ですね休憩としてましてね次の被保険者の種類というところからね後半の方に回したいと思います。では皆さん10分間お休みください。休みます